ユリエスキ・グリエル・カスティーヨは、キューバ共和国、サンクティスピリトゥス州サンクティスピリトゥス出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。現在は、MLB ・ヒューストン・アストロズに所属。愛称は、エル・ユリ。2017年より、MLB での登録名を、ユリ・グリエルとしている。17歳であった2001年に、ガジョス・デ・サンクティスピリトゥスの選手として、キューバの国内リーグにデビューした。 2003年10月に開催された第35回、i ブ f ワールドカップのキューバ代表に選出された。2004年8月に開催された、アテネオリンピックの野球キューバ代表に選出された。2005年9月に開催された第36回、i ブ f ワールドカップのキューバ代表に選出された。この大会では、8本塁打を記録した。2005から2006シーズンには、本塁打。 打点の2冠王を獲得したほか、当時国内リーグ史上初の20本類が20盗塁を達成した。3月に開催された第1回ワールドベースボール、クラシックのキューバ代表に選出された。同大会では2類種として出場し、打率273、出塁率342、超打率515の成績で大会ベストナインに選ばれた。 2006から2007シーズンは本類打数が半減してしまったが、これはこのシーズンから公式戦で使用されるボールが水の製のものから自国製のものへ変更され、リーグ全体の打撃成績が低くなった影響と見られる。2013年 WBC におけるグリエル2006年7月末にはコロンビアで開催されている国際大会に遠征中。 エドワルド・パレと共に亡命したと ESPN のウェブサイトで報じられニューヨーク・ヤンキースが獲得に興味との噂が出たがその後本人が否定した2008年8月に開催された北京オリンピックの野球キューバ代表に選出され2大会連続2度目の選出となった決勝戦では1点ビハインドの9回に1アウト満塁のチャンスで停大の前に閉殺打に倒れ キューバは韓国に敗北し、銀メダルに終わった。2009年3月に開催された第2回、WBC のキューバ代表に選出され2大会、連続2度目の選出となった。2012年7月に開催された第26回、ハーレームベースボールウィークのキューバ代表に選出された。同大会では、出塁率500を記録、MVP に選ばれた。11月6日には、 サムライジャパンマッチ2012日本代表 VS キューバ代表のキューバ代表が発表され代表入りした。同日台湾で行われたサンダーシリーズのためらい大した。サンダーシリーズ終了後の14日に来日した。2013年3月に開催された第3回 WBC のキューバ代表に選出され、3大会連続3度目の選出となった。同大会では、 オランダとの決勝ラウンド進出決定戦で最終回の表にトールイソ塁ルイミスを2回繰り返しビクトルメサ監督に激怒されその裏に自らのエラーで出した走者がホームを踏むなど大会打率280の不振で終えたチームはオランダに敗れ決勝ラウンド進出を逃したまた国内リーグでは所属チームをサンクティスピリトスからレオネスでインダストリアレスに変更している 2014年2月4日に MLB.com の取材に対して12年間キューバでプレーしてきたが今は国外でプレーしたいとの意向を示したキューバ国外移籍解禁後編集セリエナシオナルデベースボールキューバ国外への選手派遣も参照2014年5月13日に NPB の横浜 DNA ベイスターズへの入団が発表された前年末に DNA の球団社長の池田淳がキューバを視察した際に、同国の球界関係者から優秀な選手を日本に出したいという意向を明かされたことを背景に国外でのプレーを望むグリエルの獲得交渉に着手したという。また、キューバ代表監督のビクトルメッサと DNA 監督の中畑清が似たタイプだと聞いて頭を抱えるということが報道された5月31日に 来日6月2日に入団記者会見を行い、日本球界へ挑戦する理由に、キューバで長年プレーを続けているうちに、相手投手の配球を読むことの難しさが薄れてきたことを挙げた上で、横浜 DNA を初めてのクライマックスシリーズ進出に必ず導きます。信じてくださいと述べている。また、ユニフォームのセネームは、本来の英語表記から王を取ったクリエル。 6月3日からは、実戦での調整を目的に、2日続けて、イースタンリーグの埼玉西武ライオンズ戦で、先発出場。3番指名打者で出場した3日の試合で、4回裏の第2打席で、中崎優太から、来日初本塁打を放った。6月6日に来日後発の一軍出場登録。6月8日の対東北楽天ゴールデンイーグルス。 千二三番三塁手で一軍発出場、三回裏の第二打席で初安打を放ち、三打席連続安打で猛打賞を記録した。6月11日のオリックスバファローズ戦では、六回表の第三打席で敵地打を放って一軍発打点を挙げると、八回表の第四打席で佐藤達也からバックスクリーン左へ一軍発本塁打を記録した。 2015年3月19日にキューバ国内リーグで所属するインダストリアレスがプレーオフ準決勝進出を逃したため2015年3月27日の東京ドームでの開幕戦までにこの年から同じく DNA と契約した弟のルルデスジュニアと共にチームへ合流できるとの報道が出た。しかし左もも裏通の治療をキューバ国内で行うため 兄弟揃って来日が延期になった。これに対し DNA は日本国内で治療を行わせるため診断書の提出と来日を要求したが診断書を含めてキューバ政府から明確な返答がなく球団職員が話し合いのために現地入りするなど緊張状態が続いた。結局4月2日に GM の高田シゲルが契約違反のため契約を解除したと発表し キューバ政府もこれを了承したため、正式に対談が確定した。なお、ルルデスジュニアについては、制限選手としての処分にとどまった。2015年度、最初の自由契約選手となった。11月に開催された第1回、WBSC プレミア12のキューバ代表に選出された。2016年2月には、シエゴで、アビラの補強選手として、カリビアンシリーズに出場。 準決勝で敗退後に弟のルルデスジュニアと共に開催国のドミニカ共和国内からハイチへ亡命した3兄弟の長男のユニエスキはカリビアンシリーズに出場していないためキューバ国内に泊まっておりカリビアンシリーズでの最後の試合の後に2人と連絡が取れなくなったそれまでは毎晩連絡を取り合っていたのに私たちもみんなと同じニュースで亡命を知り2人の ことは何もわからないと語っている。2016年7月16日にヒューストンアストロズと総額4750万ドルの5年契約を結んだことが発表された。マイナーでの調整を経て8月21日にメジャー昇格し、同日のボルチモアオリオールズ戦で6番指名打者で先発出場して初打席で初安打を放った。 最終的には36試合に出場し、打率262.3本塁が15打点1盗塁オプス0.677という成績を残した。守備ではサードを主に守り、21試合で1失策、守備率 977DRS0 という成績を記録。他にわずかながら一塁手と左翼手も守った。 2017年は若手三類種のアレックス・ブレグマンの対等により、ポジションが主に一類種となった。10月27日のワールドシリーズ第3戦で、ダルビッシュ優から本類がを記録した後に、アジア人を侮辱する差別的ジェスチャーを行い、物議を醸した。10月28日に2018年シーズン開幕戦から5試合の出場停止処分が課せられた。 2018年はキャンプ中に右手ゆう骨の手術を受けた影響で調整が遅れ、開幕からの5試合出場停止処分もあり4月13日にメジャー復帰を果たした。最終的に打率291.13本塁が85打点、オプス751を記録した。バッティングフォーム21歳の時に MLB のスカウトからは、 もしドラフトで指名されるならば一巡目だと評価されている。打球のほとんどが左方向に飛ぶプルヒッター。長打力に定評がある。地型の強い内野手。キューバ国内リーグでは三塁一種としてプレー代表では当初は二塁一種だったが、2004年頃から代表でも主に三塁を守るようになった。DNA への入団が決まった際には遊撃手としての起用も想定された。 入団当初に出場したセーパ交流戦では、指名打者を採用しなかったパリーグ球団主催試合で、石川優洋に遊撃や外野を守らせることを条件に二類手として起用されていた。一類を守っていた主砲のトニブランコが故障で、戦線を離れた交流戦の後半からは、レギュラー三類手のアーロム・バルディリスを一類や代打に起用する一方で、もっぱら三類手として出場した。 デルタ社産出のザーでは、2014年は2類種では289イニングで、ザーマイナス2.6、3類種では228イニングで、ザーマイナス4.8を期した。ニックネームは、ユリイ、DNA 地主に DNA ファンを中心に応援、等で、ーリと呼ばれていた。なお、ユリエスキ自身は、来日時の会見で、あだ名は、あまりなかったが、キューバでは、 ユリーと呼ばれていたのでそのように呼んでほしいとコメントしていた。ホセ・コントレラスやホセ・アブレイユラと同じくキューバ人特有の飛行機嫌いとして知られる。DNA 時代の2014年7月7日には沖縄県に平成26年台風第8号が接近する状況での飛行機移動に対する不安を理由に読売ジャイアンツとの2連戦に向けた遠征への参加を見合わせた。その後に 病院で検査を受けたところ、飛行機恐怖症と診断された。日本食が苦手。2013年 WBC への出場で来日した際には、2週間で5キログラムも体重が落ちたという。また、トマト以外の野菜も食べられないことから、DNA では、グリエルのために、キューバ風の献立を特別に用意していた。野球一家であり、ジップノルルです イスズ自動車公式野球部などの社会人野球でのプレー経験を通じて日本の野球事情やプレースタイルを熟知していることを背景にユリエスキの DNA 入団を後押ししたとされる。ユリエスキは3人兄弟の真ん中で、兄弟はいずれも野球選手であり、弟のルルデスジュニアも2015年に DNA と契約、2つ年上の兄のユニエスキも2014年から、 カナディアン・アメリカン・リーグのケベック・キャピタルズへ派遣されている。また、叔父のルイス・エンリケ・グリエル、王叔父のホセ・デルガド、いとこのヨアンネ・デルガドも野球選手である NPB ユリ・グリエルに関するカテゴリー、ありがとうございます。